街の夕焼けに溶けた僕たちはまだ二人だろうか。風が吹く僕たちを乗せて二人でチキータラに願いを込めて皆さんセラッシュタイラブようこそいらっしゃいました。盛り上げていきましょう。聞いてください、花占い。笑顔なら僕たちを出会うよりもずっと遠くに叶うなら僕たちの運命さえももっと遠くになんて笑って吐いて捨てては君を思い出すそんな思いを抱いて変えて抱いた月にはいつも思い出すそんな人よりね意地の笑う苦がある。くだらない話を二人でしようぜ。僕たちの千年の恋は貝土で出る花のようだ。僕たちは千年後まだ同じように待ってんだ。割れちゃうよね。もうどこにも行かない波の中でそう混じり合わない日々の中で二人は立っている英語じゃなんて笑って吐いて捨てては君を思い出すそんな思いを抱いて変えて抱えた月にはいつもここにいるそんな人より願いは君この先にあるたわいない話を二人でしようぜ。僕たちの千年の恋は相槌で売れる花のようだ。僕たちは千年後まだ同じように待ってんだ。割れちゃうよね。皆さん手拍子変わりますよ。いきますよ。何年経っても妄想が根を張ってもこんなに溢れ出している願いは花が散る。ありがとうございます。盛り上げていきましょう。花花恋歌僕たちの千年の恋は相槌で咲く花のように僕たちは千年後まだ同じ距離意識手間と笑っていたよね。溢れ出している願いは何年経っても妄想が何年経ってもこんなに溢れ出しているラッラッラッ。はい、セラシュタイライブお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、主催のハレルに楽しいと書いてセラと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの広島大学のですねアーカペラサークルでプラザエスパニアとあるんですけど通称 PD ですがそこの OBOG で構成させておりまし て、社会人が2年目から社会人の9年目までということでかなり幅広いメンバーでやっております。今日ですね、きますね。今日東京、名古屋、広島、長崎からメンバー集っておりまして普段広島にいないんですけれども全員は、まあ、今日こうやってライブができて嬉しく思っております。はい、で、このライブはですね2部構成になっております。はい、で、我々この後もう1曲歌ったらあの一旦退場するんですけれどもこの後に出てくるバンドを簡単にだけ紹介していきたいと思いますが、はい、次がレディオスミス、はい、レディオスミス広島大学の現役のバンドですと洋楽を歌っております。リードがとにかくかっこいい、かっこいい、パーカッションもかっこいい、みんな素敵ですと。素敵です。で次が岡山から来ていただいてます、はい、ナーリーというバンドでございます。メドレーをですね歌うバンドでございまして、あのハモネプにもね、うん、出たりとか、はい、そうですね、はい、アカペラのコンペもタイトル歌えたりと、そんなバンドでございますと、はい、で最後が
また焦げ目というグループでございまして、5人のバラードを歌っている福岡から来ていただいております。今日打ち上げで最も飲むバンドなんじゃないかなと思っておりますということで、はい、杯を交わしたいと思っております、はいはい、そんなところでございます。はい、で、1曲目は、バウンディさんで花占いという曲をお届けしました。で、2曲目に歌うのはですね、新曲になるんですけど、オフィシャルヒゲダンディズムさんでコーヒーとシロップという曲をお届けします。で、まあ、一応いくつか注意事項とか言っときますか。あ、そうですね、伝えておきますか。なんだろう、カメラ食べますね。受付でドリンクコインをもらったと思うんですけど、まあ、忘れずに、途中でも大丈夫なので、バーカウンターの方でドリンク交換してくださいと。でもう一つ、今日はですね、まあ、お気づきの方いらっしゃるかもしれないですけど、カメラがですね、全部で5台入っております。で、紹介だけしときますか。一応、はい、紹介だけですね、僕去年まだ静岡にいたんですけど、静岡の時の友人がですね、カメラ撮影とか、編集とかの仕事をしてましてですね、で今日はその友人を頼む、来てくれって言ったら心よくですね、静岡からわざわざ来てくれましたありがとうございます。ザ・フィルムズさん、に今日撮影協力、ザ・フィルムズさんに撮影協力入ってもらってますフィルムのフィは PH でフィと、PH でフィルムズと読みますので、もしよかったらね、インスタとか、ね、YouTube とか検索してもらったら嬉しいなと思います。で、撮影入ってますので、暗いですのでね、つまずかないようにご注意ください。あとは何かありますか。楽しんでいってください。はいはい、したら、聞いてください、コーヒーとシロップ。まだ吹いてない今会いたいな、嫌なことあったから、そう言って僕は真夜中君を起こした。寒い夜だった、ため息は白くなった。カップに注いだコーヒーは憂いを映した。例えば何十年先に偉くなれたなら、そしたらこれでよかったと笑えるんだろうか。例えば明日僕が会社を休んだなら、そしたら代わりはいるさと笑い出すのか。嫌なこと全部飲み干して、その場をただただやり過ごして、カップの底を見つめ、不甲斐なさのシロップを落として、とにかく全部飲み干して、水かは全部吐き出して、それで笑って歌ってられたらな。歌ろ、朝が嫌になった、テレビも嫌になった、いつも時間に数字に追われる毎日、不思議に思った、君は平気なんだろうか。笑顔の裏に隠した言葉は何だ。例えば何十年先に偉くなれたなら、そしたら僕もあんな風にバレ出すんだろうか。例えば君が明日どこかへ逃げ出したなら、そしたら誰でもいっさと笑い出すのか。もう感じなくなってしまったな。まだまだ全部飲み干して、いつかは全部吐き出して、それで笑って歌ってられたらな。間違えたから謝るんだ、それくらいか。
っと待っている。捉えて見干していつかは全部吐き出して、それで笑って歌ってられたらな。ありがとうございます。ありがとうございました。続きも楽しんでってください。このライブは手拍子推奨です。皆さん盛り上がっていきましょうね。はい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 。はいはいはい。